松浦さん、テーマの発表お願いします。はい、こちらとなります。はい、インスタ時代のステマを見抜く。アメリカ連邦取引委員会はスーパーモデルのナオミ・キャンベルさんや女優のリンジン・ローハンさんら有名人21人に対して写真共有アプリのインスタグラムにおける商品掲載で何らかの報酬を得た事実がないかどうか問い合わせる書簡を送りました。インスタグラムでは近年有名人が宣伝行為だと明言せずに特定の商品やサービスを評価するいわゆるステルスマーケティングが急増しています。ソーシャルメディア上に多数のフォロワーを抱えるこうしたインフルエンサーの行動にアメリカの当局は強い関心を寄せています。ナオミ・キャンベルさんの名前も上がってますね。そうですね、もう結構ずっと言われていてで、そのアメリカのその機関からどうなんだっていう形で言われてます。うん、ステマってことはステルスだから、はい、広告って言わずに広告風にやってるっていうこと。いう話ですよね。やっぱダメなんでした。はい、ちょっとそこら辺の解説もしようかなってなんですけど、日本国内でもですね、すでにもう起きてるんですよ。起きている、こういうような話で、はい、これはインスタグラムで青汁でダイエット成功と社員がですね、自飲して上元が謝罪してます。まあ線引いてありますけど、弊社の従業員であることを公表せず、弊社運営のいろはに青汁への集客ブランド向上を行っておりました。そうか、自分とこの商品についてだった、うん、はい、扱ってるのっていう形になります。で、ここで一つ、例えば堀さんや自分がソーシャル上、はい、まあ、Twitter でもインスタグラムでも何でもいいんですけど、はい、まあ、とある商品についてこれいいよねって言って伝えます、はい、これは OK でしょうか NG でしょうか。 お金をもらってなかったらいいんじゃないですか。そうですね、うん、お金をもらってなかったらいいかな、本当にいいなっていうのをちょっと進めたい、じゃあモーニングクロスの宣伝するのはありなんですかね。モーニちょっとやめてくださいよ、いきなり難しい問題を。でそれで言うと、ソーシャル上でスマートニュースでこんなことやってますっていう形で、確かに関係性が言ってる、言ってる、番組告知やってます、広告やってる、だから関係性が明示されていれば誰から見ても、堀さんはもうモーニングクロスでこういうふうに司会やってる、僕もスマートニュースの社員である、そこが明示されていれば明示ね、問題されない。別に広告がダメっていう話じゃないよってことですね。宣伝目的のところでお金受け取ってるとかっていうので裏側でステルスですから、隠してるので、隠してる場合はダメです。消費者に宣伝と気づかれないように宣伝行為をすることっていうのも、これ東京地方裁判所の判決でも出てるんですよ。これがだからステルスマーケティングあのところでやっちゃいけない話になります。やっぱりその公平性に欠けるからっていうことですか。そうです、そうです。でアメリカではその連邦取引委員会っていうところが日本の公正取引委員会と消費者庁を合体させたような機関が取り締まっていて、ガイドラインで、まあ、これがダメです、あれがダメですみたいな話で、今あったように関係性が明示されてるんだったらそれはもう分かりきってる話だから、受けて消費者が分かりきってる話だからいいですけど、そうじゃないのに言っちゃうのはダメですよというような話があります。昔提灯ブロガーっていうのを宣伝取材したことありますよ、うんうん、大学生たちにこの商品素敵ってブログを書かせて、それで収益を上げている会社があって、でそこでお金が発生しているかどうかっていうのが一つの線引きになっていて、物によってはその時点で、まあ、グレーっていうふうに言われていて、ダメなものはダメぐらい、例えばとある企業の発表会に行って、うん、まあ、本当に例えばタブレットがあった時、はい、何万もするようなタブレット全員に配っちゃいます。そうね、受け取っちゃいます、うん、やっぱ便利だよね、受け取った、うん、悪いことあんまり書きづらいな、うん、これは果たしてどうなんだろうか、うん、みたいな話とかあるので、はい、もうそれ倫理観が問われるところね。そうそう、潔癖にやってるメディアとかはそもそも受け取らないみたいな形でやってるのもあります、はい、日本でも消費者庁のガイドライン、インターネット消費取引におけるみたいな話で、まあ、こんなような形で問題となる事例みたいな、これちょっとステマっていうよりかは表示に対する景品表示法の問題点みたいな形の部分があるんですけど、先にできることができないにもかかわらず完全無料とか、要するにできるできないっていうところの部分をうまく隠しながら完全無料で動画が見放題とかいうふうに言っちゃうのはあんまりよろしくないですよねっていうような話なんですよね。はい、なんとなく 見かけますけどね。見かけるんですけど、だからそこのグレーのところって完全に白と黒じゃない、ガイドラインって言ってるのであくまでも例なので、それに沿ってるかどうかって細かいところを詰めていくとわからないところになってしまう、まあ、でも要はですね、伝え手が健全であるかどうかっていうのが一つのポイントなんですよ、うん、そうですね、監視する機関とかもあるわけね、放送においてでいうと、なるほど、で
これまではそういう意味でのステルスマーケティングっていうのはまあほぼなかった。もちろん事例としては事件的なものは存在するんですけど、このインターネット時代でいうと伝え手が健全であるっていうのが崩れてる。なぜかっていうと個人が発信できるから。そうか、分からないんですよね、発信源がね。そのだからこそ個人も開示すべきなんですよね。こういうふうに活動している自分にしたって堀さんにしたって誰にしたって、そういう何を持ってやってるのか、信頼信用なのかっていうその過程の可視化の部分をやっていかなきゃいけない。でも商品だけじゃなくていろんなオピニオンでさえ、この人がどういう思惑でこれを大量に発信してるのかとかっていうのは相当警戒感を持って見ないといけないんですよね。だから見てる視聴者の大半はでも受け手じゃないですか、ある意味、はい、受け手だから、それをもって受け手どうするかっていう話で言うと、まあ当たり前の話は当たり前に言いますけど、伝え手のバックグラウンドがどうなってるか常に意識すること、うん、これが例えばモーニングクロスをやってるって堀さんがみんな知らなかったら、うん、知らなかったらモーニングクロスがこんな感じでやってますよって言ったらそれはあまり良くないっていう話で、伝えていた情報がその人が持ってる物語に沿ってるかどうか、いきなり全然堀さんが違う女性化粧品の話をしだす、うん、あれおかしいな、なんで堀さんこれ進めるんだろう、うん、っていうのは疑うべき情報。なるほど。っていうところで普段の活動とかそういうところの信頼信用の積み重ねで見ていかないと、そうですよ、ね、ステルスマーティングマーケティングに引っかかりやすくなる。でもそういう意味で言うと最近ちょっとインスタグラム覗いていますと、うん、どうしてこの人これをこんなにこう写真でやってるのかなって、うん、だからそこの信用信頼の担保の部分をどう見なきゃいけない、うん、もう一言、はい、よくね恋は盲目と言います。急に急に、うん、やっぱり恋してるとどんどん盲目になってその人の言うことを全部信じちゃう。恋のステルスマーケティングやめてもらえませんか急に持ち出して。それで言うと信用も盲目になってないかどうか、あなたが言ってる信用信頼稼いでいってるのに、うん、それ自体が盲目になってあなたが言ってることが全部そうね、そうですね、あこの商品いいんだっていう形になるのは、うん、あの人が言うなら、はい、だからそこで一歩立ち止まる勇気っていうのはやっぱりこう受け手からすると少しレベルアップした方がいいかもしれません ねというのが今日のオピニオンでございます。宮下さんも深くうなずいてましたね。なんか信用が盲目っていうより SNS に対して盲目だよね。それも大事だね。もっとこう SNS リテラシーっていうものを持たないと、ね、はい、うん、おっしゃる通りです。真由子さん、私は今やテレビもネットも雑誌も全部広告だと思っていますっていう、まあ、これぐらいの突き放した感じが、まあ、そうですね。そこまで性アクセスで話すっていうのは、うん、まあ、でもいいと思うんですけど、だからやっぱりそれだとちょっと常に、ね、悲しくなっちゃうのでちょっとのこう、ね、考えだけ持っていただければいいかなと思います。ありがとうございました。